事業再生版タイガーファンディング。んこれ九百九十万ですよね、三棟で。はい。これまあ稼働率十七パーっていうのが平均的って書いてあるけど、十七パーとして、これ何年経つとこれペイできるんですか。五、えー、期なので、えっ、ー、と五年。のところ欄、五期の欄を見ていただくと。 五年で八百四十万ペイできるってこと。はい、あの、じゃ、帰ってこないんだ五年稼働しても。あ、そうですね、五年稼働しても、あの、十七パーというのが、えー。グランピングだとか、同じような施設の平均的な稼働率。っていうところで、算出させてもらっております。はい。なので、まあ、そこの数値を、こう、まあ、よくすることもできるんですけども、平均的な数値というところで。やらせてもらっております。で、五年経ってもペイしない。 そうですね。5年経ってもペイはしません。今のその17%でだとしないので、そこは価値を上げていって一泊の宿泊料を上げるとか、あと回転率稼働率を上げていくっていうことが必要です。なんか有名のないプランですね。ただ、あの売却を前提にあのやっているので、この後、例えばキャンプ場にお客さんが入っていって売上が上がった時にキャンプ場売却した時にそのコンテナハウスも一緒に販売売却するので、それについた金額の30%をご返却するっていうのを考えております。 それは大体どのくらいの見込みになるものなんですかそうですね、あのー、ざっくり前回の話で言うとあの1棟あたり700万円ぐらいの価値がついておりましたので700万円の30%という感じにはなりますね、うん、だから、まあ、5年経っても回収できない可能性はあるけれども不動産投資よりいいでしょって言いたいっていう感じはいそう思っておりますあの原価としてそのコンテナハウスの所有権もお渡ししているのでもしいらなければ 売っていただければその分は戻ってくるかなとけどその原価はいくらになります <laughs> ええー、66万円けど66万円で買ったんでしょあえっ、ー、とまあ原価になるので、うん、66万円で売れるの66万円で買ったものあいええー、とまあ150万円100万円から150万円ぐらいで売れると思いますコンテナハウス自体はその理由は あえー、と販売実績が、えー、とコンテナハウスを原価60万円ぐらいで作って150万円ぐらいで販売している実績があるのであの売れると思いますそれどれぐらいの能力でそのリノベーションみたいなのできるんですかどこまでこだわるかによってくるんですけども大体一人でやった場合だとだい,たい2週間前後ぐらい結構効率としては悪いですよねそれ2週間一生懸命やってちょっと倍ちょっとみたいな感じですもんね。はい、これでもキャッシュ フローの問題もあると思うんで、はい、一概に言えないんですけどやっぱり990万1,000万近く払って5年経っても回収できないって、はい、結構出す側としてね僕は後藤さんだったら結構ちょっとどうかなって要はどれだけ入るか分かんないじゃないですか、はい、これさっき林さん言ってたけど。はい ねま、今常に満室ですだったら全然別なんだけど、はい、まだ入ってないって状態の中で売上の30%ですって言われると結構きついんじゃないかと思ってて、はい、後藤さんも。はい、例えばこれ最初のうちは70%戻しますとかじゃあ成り立たない逆に。えーっと 成り立てよううと思えばどななるかかわらないですねちょっと,、えー、とこの30%っていうのが、えー、と僕の中の考えというのがちょっとあったのでそこ説明させていただくとおおむね原価といいますか仕入れだったりとかとかが30%ぐらいで残りあ60%の利益を2人でこう分けるっていうイメージで30%っていう形にあの売上上げの30%なので利益の30%ではなくて。 ああ,そかあ,あ要はもう利益がなくなっちゃうってことね、はい、60%とか70%とかってっ、はい、おっしゃるとすいませんだけど、はい、7頭あるるうちの3頭を売るわけでしょ、はい、その3棟を990万で現金化してそこの利益を半分渡しといて残りの4件の利益は全部持ってってそれで運転資金に回すんでしょうはいうーん。 という構造なんですよね。だから利回り何パー？15パーとか、8年回収？7年回収？そうですね。あのー、だから利回り15%の収益物件を売るみたいな感じかな。はい。それぐらいのまあもうちょい返せるとはもちろん思ってはい,いるんですけども。これあと7頭中の3頭っていうことでいうとめっちゃうがった見方をすると。はい 予約が後藤さんが買っ,て <laughs> 買った3頭じゃないやつから埋めてく説もあるよねあもう,う ABC という形でもう一個一個あの違う予約のあれプランになっているので勝手にこっちであの A に泊まってる人 D とか CF とかにはできない感じにはなってます、えー、とお客さんが選んであの後藤さんああなるほどもう指名なんだ指名このこ,このコンテナに泊まりたいっていうことなんだはい、はいあのうん 8頭までは全部あのコンテナのサイズだったりとか色とかが全部あの形も少し違うのでなのでそちらはもちろん選んでいただいた上でもちろん一番いいあのトップ画面出てる123と3頭あの後藤さんにもしよろしければもらってもらいたいなと思ったらいるんですけどもでもなんかすごく引っかかるのはやっぱ現状あまり集客そんなうまくいってないのかなって思ってるので、はい、その中で結構お金出すのって怖くないですかえと怖いか怖くないかで言うと怖くなくてですね あのちょっとまあ僕の頭のジが少しあの外れてるのもあるんですけども来ていただいたお客さんの評価がですねすこぶる良くてですねもちろんお友達の人も中にはいるんですけど他の人の評価もすごく良くてですね今までキャンプ場に行った中で一番良かったとかっていう評価をもらえたりとかしているのでもう多分すいませんこれはもう多分僕がちょっと怒っている部分かもしれないんですけども来てもらえれば最高の思い出が作れるキャンプ場になっているかなとは、うん、なので周知できればと思ってます。 本当にそんなに口コミがよくてみんなが最高って思ってある程度やってたらすぐ来そうですけどね別にお金借りなくてもちょっと踏ん張ればうまくいきそうな気がしますけどただあのちょっと弊害と言いますかお客さんがですねキャンプ場と結構難しくてですね満室のキャンプ場に行きたいかって言われると、まあ、これちょっと自分で自分の首絞めみたいなあれなんですけども嫌ですよねあのな,なのでいいんだけど教えたくないっていう人もやっぱ中にはいらっしゃると。その口コミでとかまあ 評価ががいいいっていうもっってうもと具体的に何良かったかたら。有限会社角山商会代表後藤和義愛知県を拠点に中古車販売ガレージ要素ウェブ制作企画マーケティングなど多角的ビジネス展開プロモーションコンテンツ企画制作を手掛け事業再生のトラオーナーとして志願者を支えるあまたの事業を走らせるこの男今よいかなるビジネスを加速させる具体的に何が良かったから うちのキャンプ場はいいっろいろなその設備が全部整っていると例えばジャグジーであったりとかあとはサウナであったりとかあ,のあとはあのレンタルプランが充実しているのでもともとバイク専門にするであだったのであのバイカーが荷物を持ってこなくてもいいように全てのキャンプ用品を揃えたりとか、まあ、そこにお金かかったんですけどあとはあ炭とか薪とかも全部その場で買える状態にしているとかっていうのがお客さんにとってはあの手ぶらで行けてでか、まあ、何もんだろう買うものもなく。 ワンプライスで過ごしたっていうのがよくあったとはおっしゃってました歩いて行ける場所の焼肉屋でバーベキューセット買えるとか、はい、鮮魚店で牡蠣ハマグリが買えるとかあるんですね はいあどぎなかではないので、まあ、宅地なんでですねそこが、うん、で周りに近くに割と美味しいあの地場のお店があるので <laughs> そこと提携させていただいてバーベキューセットを作ってもらったりですとかお客さんが買いに来たければ目の前の鮮魚店で伊勢えびとかハマグリとか買っていただいて自分でこう焼いてもらったりとかあと美味しい焼き肉屋もあるのでその焼き肉屋で好きなものをテイクアウトしてもらえれば、まあ、ほとんどキャンプ場からあまり出なくても 買い物が済むっていう状態になってます。キャンプ場って言ってテントを張ってやるキャンプではないってことですか？えっ、ー、と張るところもあります。張るところもある。ただですね、あのキャンプ場自体がそんなにまあ、500坪弱ぐらいでそんなに大きいキャンプ場ではないので、バイクにしたもう一個の理由っていうのがその車よりも少スペースでたくさんテントが張れるなと思ってバイクにしたっていうのがあるので、車だとやっぱり4、5台の車が入るといっぱいになっちゃうかなと。 このキャンプ場をまあ後に売却しようというような今お話してたんですけど、はいはい、前回も売るときに僕、キャンプ場欲しいですという人が結構くるんですかその売りに出すすと、うん、そうですね、あのー、かなりあのヒット率は良かったと<う>あの間に入って仲介やってくれた M&A の方はおっっしゃってましたちなみにいくらで売れたんですか前のキャンプ場。 売1200万でしたっけ月の、はい、1, 万ぐらいです。はい、え,ー、えですご、ね、い結構高く売れてますね,ですね <laughs>。何棟で,ですかあこれがですね、えー、とそこはコンテナハウスが2棟でグランピングが1棟でミニグランピングってテントが張ってあるちっちゃいテントのやつが、えー、と5棟あ2棟で5つですね。敷地はそこは少し広かったんですけども実際使えてるところが。 三百坪四百坪しか平地がなかったんですね。で、その売り上げが出てたので、今回五百坪平地なので。もっといけるだろうっていうのが、僕の目論見でありました。岩井さん、ここまでいかがでしょうか。えっと、ちょっと茂木さんに全然関係ない質問していいですか。はい、茂木さんって。今までに。二回ぐらい会社の売却してるじゃないですか。はい。その時って。今現状でやってるビジネスが。 ピークでこれから先やっててもこうなっていくから今のうちにうう売り売っちゃえばっていう思いじゃないですよね当然ではないですね逆ですよね自分がゼロ一は得意だけど百にすることはあんまり得意じゃないからもっと得意な人がやった方が会社が伸びるからって売ってますよねそうです僕あのさっき一番最初に彼が言ったことですごい引っかかってることがあってなんか先が見えちゃってだから今売り抜けたみたいなことを彼が言ったのがそれって う売った側にしてみると今こうだからって言って買ったのがこうなることがこの人は見えてるからまあ金に変えたみたいな言い方をしたようでそこがなんかそれは人によるんでしょうけど僕にとってはこういう考え方なんだっていうふうに僕は思っちゃってずっと聞いていたんですね。そこどうですか そうです、ね、あのー、もうおっしゃる通りで否定はできない部分ではあるなとるあの思ってます実際、まあ、もっと頑張れば僕が入ってやっていればよかったのかもしれないんですけども前のリサイクルショップの話からちょっと少しだけ話させてもらうとリサイクルショップでもある程度こう利益が上がっていって来年もまた同じことするのかなと思った時にちょっと僕の中のテンションがだいぶ下がってしまってですねまた同じ1年を繰り返すのかと思うとなんか違うことにチャレンジしたくなってしまった。 っていう部分もあってもちろん今回キャンプ場を作った時もちょっとだけ話しましたけどちょっとあの、まあ、裏切られたりとかそのいなくなっちゃったりとかしてしまって自分立ち上げ直して1年間必死に頑張ってこう売り上げを上げていってできた状態でじゃあ来年も同じテンションで同じようにこう頑張っていけるかって思うとやっぱ「01」は好きなんですけども「234」っていうことでやっていけるっていう自信がなかったので引き継いだっていうもちろん僕がやった方が売りが上がるんだなと思ってはいるんですけどもやっぱこうそこまでテンションが持てなかったというのがあります。 今回のキャンプ場はテンションを保ち続けてやり続けれる根拠って何ですかね、はい、うまくいってないんですねうまくいってないんであのこういう言い方するとおちょっとお前おかしいんじゃないかって言われるかもしれない人あのうまくいってないのでいろいろ改善するところはたくさんあってですね毎日あのもう何したらいいんだろうどういうサービスをすればいいんだろうかっていうのを考えてやっているのが構図、まあ、段落も減っていくんで苦しくもあり楽しいという言い方は変なんですけどもあのやることがいっぱいあるなっていうのが感じているのが。 今たまらなくのではありますこれがうまくいっちゃうと面白くなくなっちゃうのかなっていうふうにも聞こえちゃうんですよね。はい、そうですねその可能性はもちろんあるのであ,のあるっていうか、まあ、このプランに書いてある通りその売却も前提で欲しいという方がいらっしゃれば考えてると、うん、なので01234ってやっていく人間ではないなと僕は自分で思っているので。 常に新しいことにチャレンジして、まあ多分このコンテナハウスも多分その入り口になっているのかなとは。まああのいい悪いじゃないですよね。あの多分僕っていう人間との流派が違うだけだと思ってます。うん、理念とかは全然もちろん感じられないというか。 この事業を何のためにやってるんだろうとかっていうことは全然僕には少なくとも伝わってきてなくてこういうことやったらこれだけ儲かったとかで売り抜けたとかっていう話ばっかりに終始してるんで申し訳ないけど僕はなんか横に座っててなんかワクワクする興味を持てないっていうだけですね僕は、うん、でもそういうビジネスもあるはずなんで否定はしななないでですすオーーナじゃゃきんか自分が株式会社ピナイン,インターナショナル代表茂木哲也 会社経営21年 IT 経営を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営事業拡大は止まらない外国籍人材で未来を変える連続企業家の虎が志願者のマネジメントに切り込むオーナーじゃなきゃダメなんですか自分がすみませんそうすというとどういうこの事業ごと誰かに渡して、はい、雇われの社長として存在するみたいなのがあり得るのかなあり得るとは思います 可能性はありますあの何でかっていいますと前回の、えー、キャンプ場作った旭市の旭ベースっていうところがあるんですけどそこもあの引き継ぎで6か月間、えー、そっちを見ながら作っていたのでそれも一応まあ言ってみれば雇われというか半年間こう引き継ぎのためにこうずっとやっていたのでそういうことはできます。というか、まあ M A、した後の後の処理ってことでしょ、はい、うん、後藤さん的には何か興味がある感じですかそうですね、まあ、この リターンの件だとかもう逆にこのもっと深掘りさせてもらってこのキャンプ場全体を、まあ、僕も意見なりお金を出す以上ともににに何何かんでで最後売るっててことに対しはは別に僕は何の抵抗もないんですよ、はい、商売としてやっぱお互いの気持ちがマッチしてやっていけるかっていうまあそれに対してのまあ僕も対価としてお金を出す。はいでまあ さっき言ってたようにコンテナの事業の方も1枚かましてもらって何か一緒にやっていけるならまあリターンが正直そのこれ不動産投資みたいな感じの利回りはそこそこいいみたいな数字にはなってるけど全く根拠もないしじゃあこれを1等2等3等買ってくれって言われることに対してはまあ,あの でまだその最終決断とかではないんですけどなかなか賛同できないと、はい、ただ今、まあ、いろんな社長連中のこうバーンっていう何かこれに対しては「はいそうですごもっともです」みたいなことを言ってるところはなんか僕はあの人として少しいいかなっていう一瞬思うこともやっぱ多々あるんですね。まあ、岩井さんののののの思ううう商売に対しての理念とかのそそういうのはまた全然僕もそういう感じの あの、伝わりはないんですけど、なんか素直にそこに関しては、あ、あの、はい、すす、おっしゃる通りですみたいな。ことも言ってたんで、うまくやっていけるのかなっていうのは、若干今の時点では、思ってます。あとはどれぐらいそっちが間口を広げてくれて、受け入れていただけるか。ってこと、だけかなと思いますね。はい。はい、これ要は多分、この三頭だけ切り売りして売、売り上げの三十パーっていうのが、いかにも、美味しいんだか、美味しくないんだか、全然わかんない、っていうところがあるんですよ。はい、もっと全部数字見せてもらって、まる。 と経営に例えば後藤さんが入ってあじゃあ目の前でいくらあとあればしばらくいけるんだなその間にこれとこれとこれをやってこういうふうなビジネスモデルにしたらもっと儲かるんじゃないのみたいなことですよね多分ねそ,、はい、いやそれだと面白いなと思うんですけどこれ逆に言うと松明さんのもう主権じゃなくなっちゃう可能性もあるのであんまり簡単に OK っていう話でもなくて。うん 多分もう下半くださいみたいな話でもありえるのでちょっとまあ慎重には考えた方がいいと思いますけど、はい、逆にこのプランだともうそのぐらいまで入んないと多分おいしいというかおいしいって言うと変だけどあの面白いと思わないかもしんないお父さんが。はい、そうですねあの僕の中ではもう最初に一、まあ、つ決めてることがあってですね こちらからかお願いしてこう自分でできないことを社長の方々含め皆さんにこうご意見いただくという立場になっている以上もちろん利益は欲しいんですけども自分だけのことを考えなくてまず相手がやっぱりこう利益が儲からないと助けてもくれないだろうし助ける価値もないだろうと思うのでやっぱりこう,うまく利益は分けていければなと思っているのでそこに対しては特に僕は。というよりはもう極論自分の会社じゃなくなる可能性もあるよというところまで踏み込めるかということですか。 はいそ。そこの覚悟は終わりですかっていうところによって、はい、もしかしたら判断が大きく変わってくる可能性はあるかなってことですそうですね。あのうんでも人を信じてい,いこうと思うんで、はい、大丈夫です。まあまあなんか松崎さんにその提案をしたのは、はい、なんかどうしても譲れない。 なん LINE とかはなさそうだなと思ってて面白いビジネスやってちゃんとお金が稼げてまた他のことに興味が出たら他に行けばそういうのが楽しいんだろうなと思ったんですようん、うん、はいあのああおっしゃる通りです、はいうん、なのでそういう思い切った決断もあるのかなと、はいうん、思った次第です。者の人柄に迫る後半戦激論を経て虎たちの表情が変わる。 そして迎える最終局面物語の結末やいかにはいえー、ではそろそろ時間が来ましたので松崎さん最後もう一声お願いしたいと思いますはいラストセテイトメントですはい、本日はあの貴重なお時間ありがとうございました、えー、一緒にワクワクするような授業ができればと思っていますのでよろしくお願いしますはい では、最終決断に入ってまいります、えー、佐藤さんはいかがでしょうか？えっと今回はごめんなさいで。でまあ、理由としては、まあそのリターンとかそういう意味では面白いと思ったんですけれど、最後まで一緒にやってくれなさそうだなっていうのを強く感じてしまったので、まあ今回はすいません。っていう決断に至りました。はい、はい、稲葉さんはい。僕は後藤社長に委ねたいなと思います。なんかコンテナ自体は多分すごくノウハウがあってすごい。 写真も見たんですけど素敵だななとと思ったたででううままくやれれば売れそうなイメージは湧きましたとでも今回のプランが先ほどありましたけど不動産投資みたいな一面でお金出して終わりみたいな感じになるのは面白くないなと思うのでなんかそのキャンプ場全体のこと見れたりとか、はい、逆にそのコンテナ販売まで見れたら面白いんじゃないかなって僕自身思ったのでそこの判断を後藤さんに歌いたいなと思いましたはいありがとうございます本木さんお願いしますはい、はい、もうこれはこれでしょ はいあのー、後藤さんがどこまで踏み込んで面白いと思うか次第だと思いますよはいぜひ委ねたいと思いますはい林さんお願いします半分ぐらいありがとうございますうんいいんじゃない事業再生って感じだしえっと今の半分ぐらいっていうのはどう,どう半分ぐらい OK だよっていう意味ですか、うん、ぐらい、はいは では、えっ、ー、と、最終決断は、ええー、後藤さんに委ねられていますので、いかがでしょうか。はい。応援させていただきます。はい、ありがとうございます。すごい。はい、えっ、ー、と、僕一応持ってますので、はい、今日九百九十万なんで、はい、これ一千万ですね。はい、はい、じゃあ、一旦渡しますよ。はい、はい。えっ、ー、と、後藤さん、あの、決められた意味を教えてください。そうすまあ、あの、いろいろ柔軟な対応をさせていただいて。 たのでまあ一応一歩踏み込んで僕もいろいろアドバイスしたり、うん、資金のもメモ援助させていただいてまと、あ、もにちょっと前に進めれるかなっていう人柄にお金を積ませていただきましたはいこれ三ヶ月やってきてこういう結果になったら初めてかな美しいおさん記憶ありますかすいないですないん <laughs> はいあのということでえっ、ー、と見事、えー オールですねこれねオールですねはい、はいはい、おめでとうございます、はい、ありがとうございますはいじゃあ一旦いただいてくださいあ,ありがとうございます頑張ります松崎さん今日の感想をしていこうとでいただけますかはいまだまだ自分のできない部分とかですねあの注意される部分たくさんあったんですけどもあのそこを改善して,てですねあの後藤社長と,とともに頑張っていきたいと思いますありがとうございましたはいおめでとうございました キャンプ場を建て直しビジネスの再起を図る挑戦の結果見事トラたちの心を動かし事業再生の一歩を踏み出したこの戦いを経てビジネスはいかなる進化を遂げるのか新しい未来の行方は続報を待て